肖像写真、アレクサンドル・ニコラー・エビチオ・ストロフスキー1886年6月14日は、ロシアの劇作家、モスクワで生まれた4個の一人。父親は、法律家で長年の功績によって1839年に貴族の称号を獲得している。母親は、間もなく死去した。高校卒業後、1840年から1843年にかけて、 モスクワ大学法学部で法を学ぶ。父親の立っての願いもあって、モスクワ商業裁判所に勤務、並行して1846年頃から戯曲を書き始める。1850年に、内輪のことだ、後で感情を、を書き上げたのが最初の戯曲。1851年、演劇に専念することを決断した。商人社会や腐敗した貴族社会を作品で描いた。 1859年に、戯曲、雷雨や1873年の戯曲、雪娘を書き下ろし、モスクワにある、マールイ劇場で上演された。長年にわたって、マールイ劇場と関わり、改革、発展に尽力した。ロシアで、最も上演回数の多い劇作家であるとされる。その栄誉から、モスクワウガン地域のコロンブスとも呼ばれた。また役者である、 ミハイルシェープキンとも交流があった。インスイクロープディアブリタニカブアイイワシネフ、デン・シェープキンロシアリアリズム演劇の源流自立、処防2014年、ロシアの演劇起源、歴史、ソ連崩壊後の展開、21世紀の新しい、演劇の探求2013年、マイア・コバヒゼチョ生活ジャーナル。ありがとうございます。